スカブミは、インドネシアのジャワ島西ジャワ州の都市。スカブミ県の下で山麓にあり、首都ジャカルタの約 80km 南に位置する。標高約 600m、周辺の低地よりも涼しい避暑地では、川下りも楽しめる。主要産業は、ゴム製造である。スカブミを含む、スカブミ県の面積は48.15平方キロメートルで、 人口は318,117人。人口が急増しており、大ジャカルタからの移住が多い。スカブミ県北部にあたるスカブミ市の郊外には約180万人が住む。西ジャワ州スカブミ県にあるスカブミ市804年に作られた小ジャワゴサイの碑文のスカブミ碑文が最も古い記録である。11世紀には人の住む都市が形成されていたと考えられる。 オランダ領東インド時代、スカブミには警察学校があった。日本の統治下の第二次世界大戦中、スカブミから8 0トル離れたスカブミ県南部のウ宇ン原点という漁村に日本軍の守備隊が置かれた。今でも港や監視等、日本兵が暮らしなくなった洞窟が半島の先端に残る。日本軍はオーストラリアのクリスマス島を監視していたと。 考えられている。2005年初頭、国内で撲滅されたと考えられていたポリオが10年ぶりに、スカブミ県で報告された。スカブミとボゴール間の交通は、海ケウリス鉄道が経営上の理由により2012年12月から運行を休止して、以来、幹線道路の慢性的な渋滞を招いていた。2013年11月9日には、約1年ぶりに、 パングランゴ鉄道が運行して、ボゴール市内のパレダン駅で行われた発車式には、国営企業庁のダーランイスカン長官が出席、両都市間の 57km を結ぶ鉄道の便が復活した。エアコン付きの高級車両1両と一般車両3両を運行している。ありがとうございます。